マティアス・ギンターは、ドイツ・バーデン・ビュルテンベルク州出身のサッカー選手。ブンデスリーガ・ボルシア・メンヒエングラートバッハ所属。ドイツ代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。2005年から、SC ・フライブルクのユースチームに所属し、2012年に、トップチーム昇格した。2014年7月17日、ボルシア・ドルトムントに5年契約で移籍した。 2017年7月4日、ボルシア・メンヒエングラートバッハに完全遺跡で加入。ドイツ代表として、各年代でプレーし、U-21 ドイツ代表として2013年に、イスラエルで開催された UE、UEFAU-21 欧州選手権2013のメンバーに選出された。2014年3月5日に行われた、チリ代表との親善試合で A 代表初出場を、 果たした。同年、ブラジルで開催された 2014FIFA ワールドカップでは、最年少メンバーとして代表に選出され、出場機会はなかったもののヨアヒム・レーブ監督のもとで優勝を経験した。2016年8月、ブラジルで開催されたリオデジャネイロオリンピックでは、ドイツ五輪代表に招集され、主力選手としてドイツの銀メダル獲得に貢献した。 2017年5月、ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017の代表メンバーに選出された国際 A マッチ23試合で得点ありがとうございます。